はい、こんにちは。こんにちは。この動画はですね、カープフィッシングのあれやこれ、いろんなことについて、ね、ちょっとトークをすると。ああ、じゃあシリーズ化するっていう。そうですね、はい、はい。でまあ今日第1回目、ね、まずは、カープフィッシングの必須アイテムの一つである、はい、バイトアラームについてちょっと語ってみたいと思います。はいはい、軽くこの今並んでるものありますけど、ね、これに触れながらちょっと喋っていきましょう。はい、はい。でまあ、こういうトーク動画っていう形式が、うん、はい、まあ、これ今回初めて。そうですね、うん、試みなので、はい、おかしいとことかね、つまずいたりとかいろいろあるかとは思うんですけど、まあ、皆さんぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、というわけでまずバイトアラームとは一体何なんだと、恋が当たったことをですね、我々人間に音と光によって知らせてくれる、まず便利なアイテムですね。そうですね、はい、私も竹さんもとりあえず今しばらくベルキムの方を使っていると、うん、いうことになりますけど、どうです今現時点でベルキムについて不満とかあります？不満は現状使っててはないんですけど、うん、やっぱり購入時にちょっと効果っていうところがありましたね、うんうん、まあそうですね、やっぱり高機能で非常にね丈夫だし故障しにくい、うん、で、まあ、なおかつ2年間の保証もついてるっていうところで、この中でもやっぱり高額ですし、お客さんなんかでもそうだと思うんですけど、まあ、一番最初バイトアラーム欲しいなと言った時に、うちデルキムがもうほとんどメインだじゃないですか。そうですね、うん、そうすると最初からこんなにしちゃうんだっていう、ね、やっぱそういう方もいらっしゃったと。まあだからそういった意味ではこの CQ1 なんかはビギナーの方だったりとか、うん、初めてのバイトアラームとか、うん、そういった時に非常に、まあ、価格帯も ね安く抑えられてますんで、非常にこうおすすめできるかなっていうふうに思いますよね、うん、でまあデルキムの場合だとね、いろいろこう本体以外に純正のオプションなんかがたくさん用意されていて、まあ、それで自分でこう好きなようにカスタマイズするっていう、まあ、そういう楽しみもあったりしますけどね。まあ、その詳しい仕様についてはですね、また商品説明の動画かなんかで解説できればなと思っております。はい、このデルキムとか、まあ、うちでもかなりの数使わせていただいてますけど、はい、タケさんは初めて使ったバイトアラーム何なんです？サンドリッチって。ああ、サンドリッチね、はい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 、ね、懐かしいですね、はい。あ、じゃあ武さんはカープ長いから、ね、でもサンドリッチといっても割と最初の方に出たやつ。そうですね、福安さんのところで購入したんですけど、うん、はいはい、初期型の、初期型なのかわかんないですけど、そのサンドリッチですね。自分もサンドリッチ使ってたんですけど、はい、自分使ってたやつってこうちょっと丸っこい感じの、はいはいはい、なんか2色のやつですね。そうです、はい、キュッとライン入ってるような、だからあの時だってデルキムもありましたけど、うん、まあ、その割と高額なデルキムと、うん、もうちょっとリーズナブルなサンドリッチということで、まあ、2種類展開されてたと、うん、っていうところで僕も最初はとりあえずこっち使ってみるかと思ってサンドリッチにしましたけどね。もう一つその時候補があって、はい、ダイワジャパンから出てたセットになってるセンサー、オプトニック、あ、そう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 、はい、カープセンサー、そうです、はい、サンプラ1かなんかで受信機ついてて、うん、で、あこれも無線なんかなと思ったら、うん、まさかの有線っていう、そうですね、そのとみ無線っていうような、なんならある量販店の店員さんに、ね、これ無線ですかって言ったら、ね、無線ですって僕言われましたよね。そのコード何なんだって。で買おうかな、安いしなと思って、ね、ちょっと見てもいいですかと言って見せてもらったところ、うん、まあなんかコードがついてるわけですね、はいはいはい、でこのコード何ですかねって、何ですかねって、いやもう明らかにもうこれつなぐ線でしょみたいな、はいはいはい、で伸ばしてみたらめっちゃ短いわけですよ、うん、いやこれだったら別に受信機いらねえなと言って、いやこれダメだなって、はい、でサンドリッチの方にしたんですけどね、うん、その後タケさんはサンドリッチからはデルキムですか？デルキムですね、うん、これの前の方の、TXI プラスですね、はい、
あの自分もサンドリッチのしばらく使ったんですけど、恋玉ってあったじゃないですか、はい、福安さんが出てる DVD、はい、あれを見たわけです。僕あの4を一番最初に見て、はい、横子と玉川釣りのやつだったと思うんですけど、あれのオープニングで湖面が映し出されてて、はい、あの定点カメラでディール、ロット、ロットポットで出てきたみたいな感じでこう映し出されてるところから始まる。で、突然こう音が鳴るわけですよ、デルキムの、はい、で、連打音が鳴って、で、音楽が始まってオープニングみたいな、はいはいはい、あれを見て、いや、このバイトアラームかっこいいなと、うん、これ俺もこれ使わなきゃダメだなっていう意識に駆られてですよ、はいはい、で、まあデルキムにしたっていうところなんですけどね。で、まあそれからずっとデルキムですね。前の TXI プラスをしばらく使ってて、で、まあこれ新型の TXID が出た時に買った感じですよね。バイトアラームといえばカープフィッシングだと泊まり込みでやる場合とかもあるじゃないですか、そういう時なんかにも、まあ、寝ながらでも、まあ、当たれば教えてくれるじゃないですか、新機がある機種であるからね。そこもやっぱりすごい便利ですけど、竿の目の前でいたとしても急に竿がグッと曲がって、そんでバイトアラームが連打すると、ああいうのもまたね、うん、最高ですよね。そうですね。タケさんはそのバイトアラームっていうものに対して、まあ、求めてるものっていうかね、いろいろあると思うんですけどね、一番大事だなって思うところってどんなところですか？やっぱりレシーバーがあるんで、送信機側が反応した時にちゃんとレシーバーに通達してくれるか、それがやっぱ重要なところですかね。そうですね。車内待機が結構多いんじゃないですか、夜間になれば、やっぱりもう寝ちゃってるんで、寝てる間にもう全部リールから LINE がないとかっていうのは困るんで、まあそうですね、やっぱその受信ですよね。そういうところで考えると、まあ、デルキムの場合ってこう LINE のところが振動板じゃないですか、はい、回らなくなっちゃってたとか、そういうことがないので、はいはい、信頼感という意味ではかなり高いですよね、そうですね。本当皆さん注意してもらいたいんですけど、ローラー式のバイトアラームっていうのも多いじゃないですか、まあ、例えばここにあるものだったらデルキム以外は全部ローラー式なんですけど、これがね、例えばゴミが詰まってたりとか、何かこうローラー調子悪くなってて、いざっていう時に回らなかったっていう、そういうことが、まあ、僕もちょっと実は何度かそういう話を聞いたことがあるので、だからまあローラー式のバイトアラーム使われる方はやっぱり使用する前にローラーの調子どうかなっていうのは一応確認はされた方がいいのかななんては思いますけどね。こうやってショップやってると結構そのバイトアラームに関してのお問い合わせも多いじゃないですか、はい、やっぱそういう中で割と多いなって思うのがやっぱ送信距離について。ああそうですね、皆さん聞きますよね。そうですね、はい、まあ、さっきサケさんが言ってたちゃんと受信機に伝えてくれるっていうところにつながるんですけど、どうでしょう、そのどのぐらい送信距離って求めたいって思いますかね。やっぱり 100m から150あればいいかなっていう感覚ですけどね、まあそのぐらいはね必要ですよ ね。まあ、あのどの程度のこう距離で待機するかっていう、まあ、釣り場とか、その人の釣りのスタイルとか変わってくるかとは思うんですけど、僕もデルキムでどのぐらいまで飛ぶんかなと思って、デルキムの場合ですと送信されてるかをチェックするモードがあって、それを使ってずっと離れてみてみるというふうにやってみたんですけど、だいたいやっぱり 300m ぐらい行ったら、あ、もうこれ以上はいいなっていうところで、僕はですね、個人的にはまあこれ以上はいらないなっていうのでもうそこで測るのやめましたけども、はい、物によっちゃ 1km 飛びますとかっていうのもあったりするんですけど、そんなにはまあ求めなくてもいいのかなっていうようなね気はしますけど、待機してる場所が 200m も離れてたら、結構遠いじゃないですか、だからまあなるべくそこまで遠くないように、まあ、工夫をするといいますか、
まあ、車がどうしてももうそれ以上入れなくて遠いんであれば、まあ、テントを張っていい場所であればテントを張るとか、まあ、もしくはもう最初からサウナの前で待機するとか。サウナの前で待機するのは一番やっぱ係とかに入られるリスクとか、バラシのリスクが軽減できますからね、うんうん、そうですね。いち早く張り付きのスタイルの場合でも、でもだからといって張り付きだからバイトアラーム使わないっていう選択はないですよね、うん、やっぱりそのデルクム使ってますけど、うん、やっぱ連打音が聞きたい、やっぱ聞きたいっすよね、うん、っていうのはやっぱ強いですよね、うん、まあその当たり自体の興奮っていうのももちろんあるんですけど、うん、やっぱりこう連打音が鳴ったことによる、まあ、さらに興奮度10倍増しみたいな効果もあるじゃないですか、どういうシチュエーションであっても、うん、自分も必ずもうバイトアラームは使うんですけど、やっぱあれじゃないです、釣り場でこう自然の音が聞こえるわけじゃないですか、うん、そこに急に電子音が鳴る、うん、やっぱこれだけでも、うん、やっぱ違うと思うんですよね、うん、そうですね、ちょっと電子音に敏感になっちゃうっていう、そうですね、でも本当にこのバイトアラームの音っていうのは、うん、僕もね、タケさんもご存知の通り、割と朝弱いじゃないですか、はい、なんですけど釣りしててね、夜通し起きててですよ、はい、で、寝て、うん、でも普段だったらもう絶対起きないですよ、うん、でもまあ当たると、うん、バイトアラームが鳴ると、うん、もうバッと目が覚めて覚醒するという、はい、うん、まあ、それだけ重要なセクションであるっていうことはまあ間違いないですよね、まあ、ものすごい効果のあるモーニングコールになるんですよね、うん、そうですね、まあ、あの結構だから寝起きのあたりとかも結構好きだったりしますし、うん、はい、あ、もう今日帰ろうかなっていう時ので突然なる電気みたいな、ああいうシチュエーションもね、いいですよね。だからそこにバイトアラームっていうものが追加されることによってやっぱりこう釣りの楽しみ方の幅も広がるといいますか、まあそのね、当然受信機があれば離れていても大丈夫ですし、目の前でやっていてもリアルな興奮プラスアルファっていうものがこれによって得られるというところで、まあ、すごい欠かせない製品になってますけどね。菅原さんのバイトアラームでの、ね、なんか楽しかった楽しかったことね、思い出話みたいな、あ、やったー、やっちまったなみたいな話とか、あ、まあいろいろあると思うんですけど、一つは、まあアホな話なんですけど、受信機の電源を入れてなかったとかね。ああ、なるほど。送信機はちゃんと入ってて、ちゃんと確認してたはずが、まあその後あの時は車に乗ってたんですよ。ならないなーっていう風に言ったら、なんかどっからかね、ドロロロロって聞こえるわけですよ。で、あれと思って、まあ、あんま人いない釣り場なんで誰かここに寄ってんのかなと思ってこうちょっと降りてみた、車から。そしたら自分のアラームが鳴ってるわけですよ。あらーと思って、まあ、ダッシュして LINE もねまだ残ってたんで大丈夫でしたけど、車にその後戻って確認してみたら、あ、受信機入ってねえじゃんとっていうのはありましたね。タケさんなんかどうです、こう面白い話なんかいろいろありそうですけど。まあ俺は結構いたずら好きなんで、やっぱ人のアラームをいたずらするっていうのがやっぱり好きですよね、うん、寝てる人とか、夜にビビって鳴らして、うん、やっぱ車から飛び出てるんですよ。それがもうなんとも言えません、うん、まあこれあの気心知れたね、そうっすね、人にしかね、できませんけどもね、はい、あれでも本当面白いですからね、あの鳴らして、はい、バーッて出てくる車がカサカサになる。知らない人とかね、そういった人には絶対やってはいけないことですけども、あのプッと鳴らせば出てくるんで、うん、まあ早朝でかいの釣れましたよとかっていう時のお知らせっていうか、なんかコンコンすんのも悪いかなっていうので、プッと鳴らして起こすとか、まあいいじゃないかなって思います、うん、まあ仲間内であれば。そうですね、これまたね、関わり薄いような人とかでそれやってしまうとね、ねかなり失礼なことになるんで、まあ注意してね、うん、まあお互いにね、そういうことがあるっていうのは分かってる間柄であれば、すごくいいことですね。いいこと。まあね、まあそういう使い方もありなんじゃないかっていう提案ですよね。うん、そうですね。逆にバイトアラームがあればよかったなっていうシチュエーション
もう実はあって、これ本当にもう始めたばっかりの頃ですけど、はい、まだバイトアラーム持ってなくて、まあ、普通にバンクスティックに置いていたわけですね、うん、そしたらあの散歩行ってる間に、はい、まあ、もう音も鳴らないから分かんないじゃないですか、はい、でも割とその時でいるってドラグ音がかなり強いものだったんで、はい、ある程度分かるかななんて思ってたんですけど、うん、でこうちょっとうろうろして戻ってったらだんだん近づいていくと、うん、ジジジジって聞こえるわけですよあれと当たってると思って、はい、でまあ急いで戻って、まあ、あのその時はねもう LINE がもうほとんど残ってなかったですね、まあ、無事あの上げることはできましたけど、まあ、でもまあその時にやっぱりあやっぱバイトアラームであった方がいいなと言って、うん、その最初のあれですよサンドリッチか台湾かっていうところになりましたね。俺に関してはあれですからね、穂先に鈴をつけて、風邪でも、チリン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 、どうしてもね、なっちゃいますよね。で、まあ、こいつリって泊まりでやるんだっていうのを知った時に、うん、さ、泊まりだけど、俺センサー、スイッチ式のセンサーですか、うんうん、持ってないし、どうしようかってなった時に、鈴をつけて、寝ずの番で過ごしましたよね。ああ、そうなりますよね。だからやっぱもう困り果てて、あのセンサースイッチ式のやつを買ってっていう感じで揃えてきましたね、徐々に、ね。泊まりの釣りといえば、うん、僕は泊まりで釣りをするっていう概念をですね、最初分からなかったから、初めて知った時はちょっと衝撃受けましたけどね。まあですよね、当時釣り場で知り合いになった方が、はい、今度泊まりで釣りしようよみたいな感じで言うわけですよ泊まりの誘いですね、泊まりと思って泊まり泊まんのみたいな、そういう僕は最初そうでしたね、で泊まってあって寝てたら当たりわかんねえじゃんとか、寝る時はじゃああげんのかなとか、むしろどこにねんのとかいろんな疑問がありましたけどね、でもまあそういったのをバイトアラームっていう存在を知ると、うん、あこんなに便利なものがある、これだったらね、これは泊まりでもなんで釣りできるんだなとか、まあ、離れることもできるし有心機もあってね、便利だなというような感じで、まあ、そうやってだんだん知識がついていきましたね。はい、というわけで、はい、今回はまず軽めにねバイトアラームについてちょっと喋ってみましょう。そうですね、いろいろ、うちで扱ってるバイトアラームっていうね、はい、こうありますけども、まあ、それぞれこう特色があって、まあ、価格であったり機能であったりとかっていろいろありますけども、いろんなステージのアングラーの方にですね使っていただけるような感じで、まあ、今後も、まあ、特にそうですね、もうデルキムと CQ1 っていうのはさっき話に出たその住み分けじゃないですけど、そうですね、やっぱ我々の時で例えるならば、うん、こっちがサンドリッチで、そう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 、やっぱデルキムはデルキムっていう、うんうん、例えが適切なのかなと思いますね。そうですね、うん、そうすることによってこう初めてのバイトアラームとかも、まあ、皆さんこう手に取りやすくなったりしますし、そうですね、うん、まあ、それでこうステップアップしていって、うん、あもうすごいハイスペックのいいのが欲しいなと、はい、いうふうになった時はじゃあ出る気もっていう形でね、うん、こういう感じでこうやっていくと、まあ、いいのかなと思いますし、またこっちもねあのサブ的な使い方とかもできますし、そうですね、ゲスト用だったり、うん、いろんな使い方あると思うんで、まあ、ノムさんの動画でも紹介されてましたけども、ね、これちょっと赤外線センサーみたいなのね、うん、これもちょっと面白いアイテムも付属してますから、ね、はい、はい、というわけで、1回目のトーク動画緊張しました。はい、お疲れ様でした、はい、まあね、ちょっと初めてこのトーク形式っていうのでやってみましたけども、うん、どうだったでしょうかね、このトーク形式の動画をですね、実は週1回を目標に毎週配信という、素晴らしいですね、形でやっていきたいと思ってます、はい、まあ、トークのテーマは、うん、いろいろ僕らもこのトークいいねっていうのを日々あると思う。あとあれじゃないですか、コメント欄に、うん、こういうお話ししてよとか、ああそうですね、そういうのも随時募集ということで、はい、ぜひ皆さん何かご要望などありましたら、はい、コメント欄の方に書き込んでいただければと思います。でまあぶっちゃけ的なところも多少交えながらちょっとお話ししていければなと
思いますし、あのタイミングによってはですね、あのゲストとかの登場とかもね、それもいいかなと思うので、はい、ちょっといろいろ企画しながらね、このトーク動画の方もやっていきましょう。ぜひあの皆さん楽しみにしていただけるようなですね、内容っていうのを、我々も考えて作っていきたいと思いますので、金曜の夜はカープロード TV ご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。昇る前セットしてじっと待つやつからの着信は目覚ましより効くフィーリングスティックの音が響いてる。ネット片手に Go 描くロットが脳内をよぎる。取り込み場所も頭に入れとく。入るなら裸がバス、いい風吹く予報のアス、時期で判断フィールドの選択、タックル揃える最高の贅沢。それぞれの好みチョイスして揃える。ジャパンスタイルももちろんイケてる。ジャビーか UK 旬なポイント、真っ赤な夕焼け見送り打ち替え。夜は宴かまったり待つか、シェルターか車内、ヨーロピアンスタイル気に入っちゃったジャンキー。アーバンにネイチャー一息つける。そんな間もなくアラームが鳴く。アーバンにネイチャー一服つける。晴れも雨でも待ってる頼り。アーバンにネイチャー一息つける。そんな間もなくアラームが鳴く。アーバンにネイチャー一服つける。晴れも雨でも待ってる頼り。